夢じゃなかったごめんよ、ちょっと待ってな。うん、トシさん猫ちゃんタワーありがとう。猫ちゃんありがとう。ちょうど東京の時、お姉ちゃん家で泊まってた時に、のタワーをね、さっき書いたんよ。ちょっともう一個書くけど先に見せますね。トシさんとありがとうございます。最後まで応援するって言ってくれて嬉しかったよ。たくさん思い出作りたいし会いたいな。好きになってくれてありがとう。もう一枚書くね。これ東京の時の分です。にゃにゃにゃ、これかしわ餅で、これは謎キャラクターで、これはコロムちゃんかコリラッコ。謎キャラちょっと謎キャラになっちゃったよ。そう、手と足が見えつきました。ありがとう。もう一枚書くね、今から。こんばんは。え、かわいいこんばんは。お顔が好きにしとる。どうなんだろう、どうなんだろう、好きにしてるのかな。でもなんか今日ママになんかすごい目がいつもよりなんか最近多分目がむくんでて、なんか今日すごい目が大きく見えるって。そう、でもなんかね、発表するまではすごく、申し訳ないなってずっと思って、今もずっと思ってるんですけど、そう、でも私の中で結構プレッシャーっていうか、結構ね、なんか肌がめっちゃ乾燥してたりとか、そう、急に気分が悪くなったりとか、緊張でちょっとあったんですけど、そう、結構フェスに出演させていただいた時もめちゃくちゃ緊張してて、なんかみんなの顔を見るとすごくすごくすごくね、そう、その時に歌ってる時も、もう、そう、口だかす力不足で申し訳ない。いや、みんなはもうすんごい頑張ってくれたから、そんな風に思わないでね。そう、
こっちは関係なくわって笑ってた。いや、みんなと会えたのは本当に嬉しかった。嬉しかったけど、なんかそう、すごい緊張しちゃって、なんか私すごく緊張しいんで、あの最近なかったんですけど、なんかSTUに入った頃のばっかりの時に公演中踊ってたら、すごく口の中が乾燥して、なんかこう歌うことがすごい苦しくなる現象がたまに起きてたんですけど、そうなので、久しぶりにこの間のフェスの時にそれになってしまって、一瞬歌えなくなってしまったりとか、そう、それでなんか、でもお母さんが調べてくれて、なんか緊張でするとなんか、そうなるらしい。緊張でなんか口の中とか全部乾くらしい。それでも完璧なアイドル姿って、本当に、いやでも楽しんでもらいたいなって思って踊ってました。クエス一般エリアだけど、待って、待ってる、待ってます。いろんなこと書かなきゃいけないけど、いや全然、いやもう、そうでまだ、そうみちさんの卒コンに出演するとかも、とか自分の卒業の公演とかも全然決まってないくて、そうまだ、そう決まってない感じですね。3年後、5年後。声優さん？でもすごい声もね、褒めてもらえること最近多くて、すごいね、嬉しい。卒業したひなさんの、ひなさんでも卒業しても STU のなんかコンサートとか見に行きたいね。 STU のことはすごく応援してるし、そうでもみんなにはモモのこと忘れないでほしいなっては思ってます。忘れないで。まだね、すぐ別れじゃないんですけどね。そう。いやもう上のままで、ありがとう。
またどこかで会えたらいいね。ファンミやりたいんですよファンミやりたいんですよ。卒業してからプライベートで見かけたら、え、いいよ話しかけても、めっちゃボサボサじゃなかったらめっちゃボサボサですっぴんとかやったらもう本当に恥ずかしい。でもおうかメイクしてるかな。そう、ファンミーティングしたい。ボサボサのやつですか、うん、この役でなくなりますよありがとう。いや、東京ね、いろんなとこでみんなに会いたいんですけど、回らないし、もうもうかお金を貯めないと、うん、いつかもちもちくろで会って山形社員してもらう夢できっと会えるよ。好きにした顔質から発表できてよかったのかなありがとう。でもわかんない、なんかね今日は本当にずっとなんか何もか何を自分がどう今思ってるのかがわかんなくなってた。こんばんは、こんばんは。ちゃんと息してるか、ちゃんと息をして過ごしておりますこんばんは、こんばんは。昨日おもちゃんとのサインとかツーショットかしみじみしてるじゃんありがとう見てくれて。こんばんは、こんばんは。話し会もじってた、ありがとう。なんかお話し会もね、みんなすごいもののために頑張ってくれてて、だからそう、なかなか私宣伝ができてなかったと思うんですけど最近。ありがとうね、出してくれて。こんばんは、こんばんは。昨日はしっかり寝た。寝るのはね結構遅くなっちゃったんですけど、そう、寝るのは遅くなっちゃったんですけど、でも寝れましたよ。今はいっぱいしてて、ありがとう。とりあえず帰るは全部かありがとうね、みんなに直接言いたいこととかもたくさんあるし、すごいなんかいっぱい話、いっぱい話したら嬉しいな。こ
販売もありがとうございます。ツリーアップすると一気に綺麗になるらしいから、これ以上のちゃんと届くのわかんないね、卒業の時綺麗になるって言われる、よく言うけど、どうやろもうかこのままかもしれないもうかそう、寝てないの眠くない、寝ないよー寝てー体が心配なので、そう、お話し会がねすぐあるんですよね。こんばんこんばん、ファンクラブに書いてた理由、そうですね、今日起きたら目が荒れてしまう、ごめんよ今日スタバで泣きながら練習した後何で練習しました、ごめんよ、ごめんね。こんばんこんばんは。メンバーには、でもメンバーも LINE とかしてくれて、すごい嬉しかった。みんなね、いるんだ。こんばんこんばんは。メンバーにはね会ってないので、多分お話会で会うかな、たくさん楽しもう、ありがとう、
昨日朝ツイートしてニュアンスで聞いたのが優しさだ。いやそう、お話し会でファンクラブブログについて聞いてもいいよ。こんばんは、こんばんは。そう、もちゃんの好きは最大限加速させます。ありがとう。四国と福井さんを見に行けるもちゃんの楽しみしてます。待ってます頑張るね。去年の生誕祭行けなかったことめちゃめちゃ後悔して、ありがとう、来たいって思ってくれて。もちゃんが出演する残りの声詰まり待ってるか、もっと芸能活動したくなったら、おばあちゃんかなこれ。でもいいから待ってるねありがとう。日曜日に話そう。こんばんは、こんばんは。こんばんは。山が届くの楽しみです。ありがとう、みんなのおかげなので本当に感謝してます。泣いて話せなかったら、おからして、うん、おから話すね。桃が好き、桃が好き。福フェス一般チケットだけど当選したから休み取ってくる。おー、待ってる待ってます。髪の毛伸ばしてあげた方がまた見せてくれるのもちゃん、やっとショールームこうやって、ありがとう、来てくれてありがとう。クエスト一緒に行く友達が出てくれて、あーありがとう。私は16人のファンでみんなと出演させてもらうので楽しみにしてます。いっぱい盛り上げれるように頑張りたい。こんばんは。こんばんは。
頑張るね。大阪がどうしよう困ってたけど追加してくれてよかったよ、ありがとう。楽しみにしてます。クエスマート絶対最初だ。青ね、会ったことないのに寂しい、ありがとう。青会いたいな。大阪追加した自分になるのでしたよ。ありがとう。大賀式、大賀式。この前初めてのリアルな話したけど、おちゃんの笑顔は無敵、素敵や。ありがとう。こんばんは。ラキくん、ラキくんのあくび写真はあのあれです、普通にあのジャンプしてくる動画を撮りたかったね、ラキちゃんが。なんかあのこうおもちゃこうやってやってピョーンって飛ぶ姿を撮ってたらあくびしたのが撮れたって感じだった。そうやけん撮ろうと思ったのはジャンプ、ジャンプ動画も撮れたんですけど、広島も、昨日広島を追加できたことありがとう。そう、許可済み、全然許可得てない。確かに確かに勝手にさ猫ちゃんだけど許可取らずにあくび写真送ってしまいました。猫ちゃんの早のガンドマン、早のガンドマンしますよ、普通にまで。こんばん、こんばんは。今のにあってた。もちゃんスクショしたらグイグイ、あくびそう、3月のラストナイは半分くらい落選で残念だけど完売、ありがとう。焦燥金互い勝手に使ってしまいました。うん、おもが好き、おもが好き。こんばんは。そう、こんばんは。もーちゃんをきっかけでシティを知った。本当によかった。それは実は猫好きなんだけどそれをじっくり話せない。猫のお話もいっぱいしよう。
マジで会いに来て、会いに来てください。待ってます。もっとみんなと会えるイベントが増えてほしいな。そう、こんばんこんばんは。お耳を、お耳出しました。ももし4年目にして来月初めてのツーショットに緊張して、おお初めて、ずっとできなかったもんね、なかなか。ファンミーティングとかやりたいね。最後まで絶対後悔のように応援するっていうのが目標。ありがとう、嬉しい。こんばんこんばんは。時間かかるかも、ごめんよ、立ち直る。それまで後悔しないです。ありがとう。ツーショットたらね、そう、負けず作るのね、なんか楽しいことしたいよね、一緒に。大阪ってまだちょっと、どうだったかな、おしまし。こんばんこんばんは。お寿司とたこ焼き振る舞いしたい。2年前のティフの動画探したけど見つからなかった。あら、あ、でもどこかないかね。ツーショットはね完売してるかな。釣り堀もしたいね。うん、からずっとおもちゃんときっともっと仲良くなりたい。仲良くなろう。ちょっと餌なくてもつらいなくても。広島はまだ、そうか、広島はある。あ、ぶどう飴も確かに得意だもんか。チャーハンもそう、4周年のやつ見てくれてたの、ありがとう。なめろうもた味の、そう、あれすごい美味しかったんよ。だから食べてほしい。得意料理じゃん。何個あるかな得意料理は。私もいけるようにスケジュール調整。ありがとう。もう一回おもちゃのマンゴーもうかも意外にマンゴーね好きなんよ。
卒業公演週末だったんや。そう、まだ何も決まってないんやけどね、みんなが来れやすい日やったらいいなって思ってる。そう、3月までの全ての話し家で住み決まって、ありがとう、ありがとうだよ、ほんとに。トシさん、猫ちゃんタワーありがとう。21アイドルすごく楽しみにしてるね、いっぱい撮ってね、ありがとう、楽しみにしてるよ。ありがとう。なんかカメラだよ。なんかやっぱモーカの方、モーカと同じ身長みたいに書いちゃった。モーカの方が全然低いです。可愛く撮れるように練習していきます。待ってる、ありがとう、いつもつも可愛く撮ってくれてありがとう。モーちゃんの顔毎回言ってそうない、毎回思うね。ありがとう。バレンタインは登録まだやね。奇跡の年金が来ればおもちゃの卒業会で待ってるよ。まだ先やとは思うけど、バレンタインの日休みじゃないから申し込みできないよ。あら、行ったらなくない？いや、もうかも、ほんとでもこれからいっぱい泣いてると思うよ。火曜日はダメ絶対ね。土日がいいね。こんばんは。学校平日でも学校サボってくいいのか。嬉しいけど大丈夫？職場の先輩が今から休み近い時なって言ってくれて、ありがとう。手作り食べられないかもしかない。、ね、写真の方で待ってます。外したくない、イタリアン抜きしてくれ。ありがとう。とにかくより四国公園な気がしてきたから行けたいかな。ありがとう、平日でもいつでも何とかしていく。ありがとう。バレンタイン申し込むだけ申し込んでみました。お、ありますよね。待ってます。卒コン、卒コンは多分できないと思うけど、ママは卒業公演になる、なるかな、多分。真ん中らへん待ってますね。高知でね、やりたいな、公演またやりたいなと思うんですけど、そう、今日渋谷でスカイバースが閉まりました。ありがとう。卒業公演もあると思う、卒業公演させてもらえたら嬉しいな。こんばんは、こんばんは。
オレンジホールいっぱいしてやりたいね、オレンジホールで。こんばんは、こんばんは。劇場公演が少なくても伝えられましたね。いっぱい2月とかもっとあったらいいな。夏のよさこいね、したい。2月4日の話しかかって待ってます、ありがとう。来週どこか会えたら待ってます。2021年の TIFF 見たら二人たちの衣装、二人たちで出たっけ。あ、出た、そうだ、そこで踊ったよね。もう一回最後アスミンと夏子上がりしたい、きっとまたあると思うよ。桃が好き。大阪ツーショット話し会よろしく、待ってるよ、よろしくね。そう、さかなちゃんもねちょっとまだメンバーにも振る舞えてないから、ファンのみんなも呼んでなんかイベントできたらいいな。こんばんは。今日はね、今日はね、自分にバレンタインのチョコを買ってきました早っみたいな、自分にいちごチョコが食べたかっただけなんですけど、手を打てるとこが、そうなんだ。そう、自分に買ったんですよ。そう、1ヶ月前なんだけど、あのいちごチョコが純粋に食べたくて、そう甘おうのチョコ、そう今ね並んでるからお店に食べたくなっちゃって、食べ物 NG なもんでありがとう、大阪のおちゃん撮影会当選できてくれてありがとう。自分でも一人で誕生日ケーキでタルトとチョコチップ買った、いいじゃん、食べるの。俺も食べたくないそう、チーカマのチョコ売っててね、迷ったんですよ。チーカマのチョコも欲しい。ヤモカが見たとこ売り切れてたかも。オンライン話し会追加してありがとう、話そうね。なんかね、いちごトリュフと普通のチョコが入ってるやつ買いました、いちご尽くしのやつ。こんばんこんばんは。大阪ツーショット映画をしました、できるとこもあると、できると思うと思う。こんばんこんばんは。フフフ、問題前にカメラ出すけど、お壊れてるな今。高級なチョコ、
高級なチョコですね、これは。チョコ見せられるよ。チョコ開ける？そう、意外とちゃん、え、めっちゃちゃんとしたやつ買っちゃったよ。そう、そう、昨日ねメンバーからすごくさ LINE とかも来て、すごいびっくりさせてしまって、ファンのみんなとメンバーにも。だからバレンタイン、そう、バレンタイン用を自分に買ったみたいな感じ。そう、突然だったからみんなに怒る、怒られるではないけど。びっくり。でも本当にね、本当に言おうかなと思ったんですけど、メンバーにも。でも一人のメンバーに言ったら、多分他のみんなにも、なんか本当に STU の先輩方にも同期にも後輩にも、もうみんなにすっごい優しくしてもらって、いっぱいお世話になって、から多分もう一人に言ったら他にも、この子にも、この子にもってなっちゃって、多分もうみんなにこう、うん、伝えちゃうと思ったんよ、自分で。だからメンバーもにも、そのファンの皆さんに伝えるときに、みんなに伝え、みんな、ファンのみんなもメンバーのみんなもとっても大切だから、一緒に同時のタイミングで伝えようっていう風にね、そう決めて。そう、でもやんちゃんは結構多分前から私がもう考えてることも結構前から直接的には伝えてないけど、伝わってると思う、伝わってて、多分生誕祭的に出演発表しないよねって、そう聞かれたから、そう、多分すす教え合うって約束、分かんない、約束というか教えてねってそう言われてたから、なるべくなんとなくこう言葉で伝わるようにね、伝わるような感じでは話してたんですけど、私が9月にちょっとマネージャーさんと話しているのを最後にも見てたから、そう、でもそう、ファンの皆さんにもなんか昔その釣りの時は匂わせてねって言われてたので、なるべくね、ちょっとでもあんまり難しくてできなかったんですけど、自分の中ではちょっと匂わせというか伝えてる。そう、あとアイコジにも結構私的には伝わるような話し方をしてたんですけど、アイコちゃんから昨日「え、本当にびっくり！」っていう LINE が来て、そう、気づいてなかったのかって思って、でそのアイコちゃんと話す時間がすごい長いので、結構もう伝わってるのかなって思ってたんですけど、伝わってなかった。そう、
振り返ってみて納得なところがいくつかですね、うん、決断までどれくらいの期間だよ。でも9月にはなんかまあね、9月にはマネージャーさんにちょっと意思表示というかはしてて、そうなんか急に決めたっていう感じではない。こう悩んで、でもその9月からも結構マネージャーさんに意思表示をしてからもすごいファンのみんなの顔を見るたびに悩んで悩んでっていう感じで、9月の前から、でも前からっていうか9月に、そう思ったというか落ち込んじゃうこととかもあって、そうすごくその時に。こんばんは、こんばんは。もーちゃんが決めた道をする。ありがとう。開けれない一度絶対もちろん言うけど、ありがとう、そう言ってもありがとう。なお、やばい、もう食べられないね、これ。見せるだけ見せよう。ラキくんと結婚。ラキくんは。猫ちゃんと。じゃん。可愛いチョコない。ちょっとゆっくり開けてたら食べる時間がなくなっちゃった。57分。読みます。13位のサイダーさん、ありがとう。12のテツさん、ありがとう。11のタロイモさん、ありがとう。10位のケイスティンさん、ありがとう。9位のドラガンさん、ありがとう。卒業発表お疲れ様、ずっと大好き、ずっとなんだよ、ありがとう。8位のヒンヤンさん、ありがとう。7位の30系青い鳥さん、ありがとう。6位の福ちゃん、ありがとう。お話し会楽しみにしてます、めっちゃ楽しみにしてます、ありがとう。5位のタさん、ありがとう。少し元気が出ました、よかったです。4位のももかろう侍さん、ありがとう。3位のゆうさん、ありがとう。卒業発表お疲れ様、後悔のないように会いに行くね、ありがとう。
ニーノ TX さんありがとう、ちのとしさんありがとう、キモタンシー、インセンウォーカー、ハスト写真集ができるくらい撮るいっぱいいっぱいいっぱい撮ってね、ポーズ頑張っていっぱいするね、ありがとうございました。私の命尽きるまでもちゃんしてる、ありがとう。ありがとうございました。ゲストもありがとう。楽しい配信とかメールとかいろいろできるように頑張るのでよろしくお願いします。おやすみなさい。おやもも。